しまった！お船、行っちゃったね。そんな、まだ出航時刻では。騒ぎを聞いて出航を早めたのかもしれないわ。正しい判断といえばそうかもしれないけど、僕たちにとっては最悪の判断だったみたいだね。いたぞ、追い詰めろ。逃げるだけ逃げるぞ。ボートかなんか波止場に止まってるかもしれねえ。ああ、何にもねえのかよ。このままじゃ。ここまでか。やれやれ、てめえらだったとはな。ガルシア、ロッシ、支援課のガキども、ずいぶん久しぶりじゃねえか。道理で見たことのあるガキどもだと思ったわけだ。まさか招待カードを手に入れてオークションに潜入するとはな。別に警察の人間が参加しちゃいけないという決まりはなかったみたいですけどね。うん、別に構わないぜ。来る者は拒まず、お得意様だったら大歓迎だ。しかしまあ正直侮ってたぜ。まさかヘイユエと結託してここまでの騒ぎを起こすとはな。ヘイユエ？なんでそうなる？インと私たちは何の関わりもないですけど、気絶した手下の人たちに聞いてみればいいかと。むしろ侵入していた彼を追い払ったようなもんだしね。ん？そうなの？そんなのは今さらどうでもいいんだよ。問題はてめえらが俺たちのメンツを潰したこと。その落とし前だけはきっちりとつけさせてもらわねえと。投稿すると言っても聞いてくれなさそうですね。せっかくの狩りに獲物の悲鳴を聞かないってのも締まらねえ話だろ。安心しろ、命までは取るつもりはねえ。腕の一本か二本で勘弁してやるからよ。本気みたいです。たく、年を考えろよおっさん。せいぜい楽しませてくれ。久々の狩りで血がたぎっているこのキリングベアをな。来る。覚悟はいいか、小僧ども。さあ、始めましょう。そこだ。よし、行きます。分析を開始しました。任せて。みんなが疲れました。
手しました。任せてくれ。世話が焼けるな。俺の番だな。行くぜ。行きます。よし。させるか。任せろ。行きます。ドライブ開始。私の番ね。俺の番だな。さてと、みんなが止めました。さあ、私の番です。ガンナーボーダルドライバー出力する。俺の番だな。任せてくれ。さてと、
行きます。ドライブ開始。私の番ね。手こずらせてくれたね。若頭、大丈夫ですか？味見だけのつもりだったが、楽しませてくれるじゃねえか。あのバルドよりもはるかにタフみたいだね。チッ、化け物が。何を抜かしてやがる、ランドルフ・オルランダー。てめえだって同じだろうが。ランディ。やっぱりそうだったか。大陸西部最強の両兵団の一つ、赤い星座。その団長の息子にして、ガキの頃から大部隊を率いて敵を殺しまくった赤き死神、刀身の息子ランドルフ・オルランド。刀身の息子、赤い星座、有名な両兵団ですね。そうだったの。ははバレちまったら仕方ねえか。まあそのおっさんの話は大体間違っちゃいねえぜ。刀身の息子って呼び名はヘドが出るほど気に食わねえがな。どうやら訳ありでクロスベルに流れてきたらしいね。俺の古巣西風の旅団と赤い星座は昔からの宿敵。ちょうどいい、ここらで因縁の対決と言ってみようじゃねえか。今度は対マン勝負でな。抜かせ。おいランディ、ここは任せろ。このおっさんを倒せたらなんとか突破口が開けるはずだ。俺のことはいい、とにかくこの場を切り抜けろ。そんな、らしくないです。もうかい、爆発的な闘技を引き出す両兵ならではの戦闘技術。そうこなくちゃな。下がれ。すごいね。ビリビリする。このままじゃ。
の遠吠えは。こら、怯えてんじゃねえ。犬っ子が。あれは。ぐずぐずすんな、とっとと乗り上がれ。課長。わあ、ボートだ。ナイスタイミングです。行かせるか。てめえ。悪いなおっさん、今回は付き合いなさそうだ。それよりあんたら知ってたのか、人間の子供をオークションに出品しようとしてたの。何？この子は出品物の部屋にあった革張りのトランクに閉じ込められていた。それが何を意味するのか、あんたには分かっているのか。何をふかしこいてやがる。あのトランクにはローゼンベルクの人形が。まあでも事実だからね。事と次第によってはただじゃ済まないんじゃない。やれやれ、妙なことになってるみたいだな。ルバーチェノ、改めて話はつけさせてもらう。そっちはそっちで状況を整理しておくんだな。特務支援課撤収、とっとと全員乗り上がれ。はい。で、他にボートはないのか。皆さんご静粛に。少々ハプニングはありましたが、予定通りオークションを開催して。それより先ほどの銃声は一体何だったのかね。我々を誰だと思っている。ことと次第によっては自治州政府に抗議しますわよ。どうか落ち着いて。使えん連中だ。よりにもよって私の顔に泥を塗るとは。ホルトマン議長、一体どちらへ。どうか待ってくだされ。オークションもお流れですわね。少々当ては外れてしまったけど、面白いものが見られたからよしとしましょうか。言っちまったな。できればもうちょい本格的に遊びたかったが、ま、あの辺りで我慢しておくか。我慢も何も好き放題にやっていたのではなくて、鉄血宰相とハルトマン議長の間に作られたパイプ、そのつなぎ役としてはいささか不適切な言動が多かったように見受けられるけど。ああ、何のことかな。別に俺は誰かさんみたいに直接助けたわけじゃないからな。いいのかあれ、完璧に内政干渉だろう。あの円月輪はなかなか見事だったわね。インとかいう噂の教師でも現れたのかしら。そうきたか。ま、
今回の俺の主要任務はあんたに会うことだったしな。ロックスミス機関キリカ・ローラン室長と。さすがに耳が早いわね。帝国政府付き二等書記官、いえ帝国軍情報局所属レクター・アランドール大尉と呼んだ方がいいかしら。ま、お互いカードはある程度見えてるってことか。そんじゃホテルのラウンジあたりで話すとするか。クロスベルデの諜報戦に関する今後の取り決め、不戦条約と動力ネットを視野に入れた新時代のルール作りってやつ。ええ、始めましょう。破壊工作とテロリズムで状況を動かす時代は終わったわ。かつてのような不幸な事故をクロスベルで起こさないためにも、私たちは仮初めとはいえ新たな秩序を構築する必要がある。なるほどな。ま、俺の忠告を完璧に無視しやがったことは一旦置いておくとして。すみません。問題はその子だな。ことと次第によってはとんでもないことになるかもしれん。だな。オークションで人形の代わりに出品されるところだったほども。まあ、良くない想像ばかり働いてしまいそうだね。まさかマフィアもそこまで愚かなことをしないとは思うけど。ん？キーヤ、とんでもないことになっちゃうの？大丈夫、そんなことにはさせないから。それよりキーヤ、名前以外について何か思い出せたことはあるかい？全然思い出せないや。そっか、困ったわね。そういえばランディ、まあ俺の話はおいおいさせてもらうさ。まだ俺が支援課にいてもいいってんならな。怒るぞランディ。ランディさん、たまに空気読めなさすぎです。ええ、あんまりバカなことは言わないでちょうだい。わり。ん？ねえワンちゃん、ロイドたちどうしたの？これも一種の青春ってやつじゃない？青春？緊張感のかけらもねえな。そういや俺たち、さっきまでマフィアに追われてピンチだったんだよな。なんだか実感がないわね。残念ながら夢ではなさそうですけど。ま、とにかく全ては支援課に戻ってからだ。明日からしばらくの間限界態勢になると思っておけ。さすが皆さんです。さすが皆さんです。わわ、大変でしたね。わわ、大変でしたね。
手打ちですか？ああ、非公式だが、警察本部宛てにルバーチェから打診があったそうだ。出品物にあの子が紛れ込んでいたのは完全な手違い。というか、全く身に覚えがないということだ。ヘイユエの工作とも主張していたが、ま、状況的には厳しいかもしれんな。そうですね。俺たちが駆けつけた時、インはちょうど部屋にいた手下を倒したばかりのタイミングでした。外からキーヤを運んで中の人形と入れ替える暇はなかったと思います。ってことは、例のトランクが屋敷に運び込まれた時にはすでに入れ替わっていたってことか。そもそも出品されるはずだった人形の出所はどこだったんすか？はっきりしたことはわからんが、レミフェリア方面の裏ルートから手に入れたものだったらしい。記念祭最終日、つまりオークション当日、屋敷に運び込まれたらしいが、その運び込んだ運送会社も架空のものだったと主張している。そんなバカな。つまり連中はあくまで自分たちははめられた側だと主張してるんですか？ま、そういうことだな。真偽のほどは分からんが、連中が必死に弁解するのも分かる。下手をしたら人身売買の容疑がかけられちまうわけだからな。武器の密輸、マネーロンダリング、盗品すら扱う闇のオークション、そんな犯罪を平気でやる連中も人身売買の疑いがかかるのだけは何としても避けたいってことか。当然といえば当然だ。犯罪としてはおよそ最悪の部類、絶対に許されない類の重罪だ。警察もさすがに黙っちゃいないし、何よりも遊撃士協会が聞きつけたら総力を挙げて叩き潰しに来るだろう。支える小手の紋章にかけてな。そんなリスクを議長はもちろんルバーチェも負うはずがない。理屈としてはわかるんですが、正直とても納得はできませんね。ああ、だからこその手打ちだ。お前たちの潜入捜査、向こうは不法侵入と言ってるが、についても一切不問にする。偶然保護した少女の扱いもこちらに全てを任せるそうだ。その代わり、この件については自分たちの主張を認めろ。間違っても遊撃士協会あたりにチクったりするなってか。やれやれ、確かに必死かもな。キーヤのことを考えると曖昧にはしたくはないですけど、あの子がこれ以上マフィアに狙われないことが確約されただけでも納得すべきかもしれませんね。ああ、俺もそう思う。ま、問題なのは肝心のあの子の素性なんだが。ええ、名前以外にはマジで何も覚えてねえみてえだからな。しかし、まあとんでもなく明るいというか人懐っこいガキンチョだよな。なんかあっという間に俺たち全員に懐いちまったし。確かに、サイトはもちろん課長も懐かれましたよね。まあな、俺はタバコを吸うからあんまり子供には近寄られねえんだが、全然気にしてなさそうだったな。お嬢やティオスケなんかももう夢中って感じみたいだし、今日なんかデパートから服を山ほど買ってきてたぜ。こういう時は女性陣がいてくれて助かるよ。俺たちじゃどうしても行き届かないところもあるし、それにしても本当にどこの子なんだろう。キア、エリーとティオに服を選んでもらったの。どれも
一番気に入っちゃった。ねえねえ、似合う？いや、抱きつかれたままだとどんな服かわからないんだけど。うん、そっか。じゃーん。ねえねえ、似合う？へえ。ほほう。どう？ああ、かわいいよ。すごくキーヤに似合ってるぞ。おお、かわいいかわいい。うん、悪くないな。早速お披露目してるみたいね。まだいろいろと着てほしかったんですけど。エリー、ディオ、ライドたちがかわいいって。よかったわね。まあロイドさんならキーヤがどんな服を着てても可愛いと言いそうですけど。そんなことはまああるかもしれないけど。親バカ丸出しだな。しかしキーボーが来てまだ1週間しか経ってねえのか。なんだか信じられないわね。そういえば警察本部からの連絡は結局どうだったんですか？なんでもルバーチェの方から打診があったとか。ああ、それなんだが。ランチの時にでもおいおい説明させてもらうよ。なるほど。一応マフィアの心配はなくなったみたいですね。ただ根本的な問題は残ったままですか。ああ、完全にこっちに丸投げされた形になったな。とにかく肝心なのは記憶と素性についてだけど。なあキーヤ、やっぱり何も思い出せないか？全然。ロイドが口をポカンと開けて目をまん丸にしてたのなら覚えてるけど。がっく。それは一週間前、初めて会った時の話だろ。だって、その前のことは何にも覚えてないんだもん。そっか。ま、覚えてないってんなら仕方ねえやな。各方面への問い合わせはどうなっているんでしょう。ああ、それなんだが、駅や空港、門にも問い合わせたが、今のところ該当者はなしのようだ。少々難航するかもしれんな。そうですか。ん？どうしたのロイド、お腹でも痛い？大丈夫だよ。課長、今日の午後からなんですけど、キーヤを連れて外に出ても構わないでしょうか？何か心当たりがあるの？ああ、一度遊撃士協会を頼ってみようかと思ってさ。え、本気ですか？遊撃士？なるほどな。連中は大陸各地にギルドの支部を持っている。その情報も当てにしてみるか。ええ、頼れるものはこの際頼っておくべきかと。ダメでしょうか？ま、いいんじゃねえか。警察とギルドは別に対立してるわけじゃねえ。わだかまりがあるとしたらむしろこちらの方だからな。案件が案件だし、協力を要請すれば向こうも断ったりはしねえだろう。ええ、そう思います。ま、エステルちゃんたちとはこの前結構打ち解けられたしな。確かに相談するにはちょうどいい機会かもしれないわね。でもロイド、キーヤちゃんを連れていくって、あなた一人で連れていくつもり？そのつもりだけど。全員で行くほどのことじゃないし、俺一人で十分かと思うんだけど。納得いかないわね。ただでさえ一番懐かれてるのにさらに独り占めしようだなんて。え？
ロイドさんはずるいです。この子と接する機会は均等であるべきではないかと。何の話だ。お前恨まれてんだよ。何しろここ数日寝るときはいつもキーボーと一緒みたいだし。いや、それはキーヤが勝手にベッドに入ってくるからで。なあキーヤ、ちゃんと部屋を用意したんだから一人で寝ないとダメだろ。だってロイドと一緒だとなんか落ち着くんだもん。迷惑だったら諦めるけど。いや迷惑ってことはないけどさ。ちょっとロイド、何を冷たくしているのよ。あんなことがあったばかりなんだからまだ不安かもしれないじゃない。一緒に寝てあげるくらいの解消は欲しいところですね。俺にどうしろと。ま、当分は一緒にいてやれや。それから外出だが念のためもう一人連れて行け。ルバーチェからの打診はあったが一応用心した方がいいだろう。わかりました。気をつけておきます。